マスゲームであろうか。青と白の旗を振って生徒たちが行進している。画面左側、頭の上で旗を振っている男子生徒と女子生徒の間、ここに例の姿が確認できる。まるで地面から出てきたような格好で、他の生徒と一緒に行進に参加しているかのようである。これは生き霊である。おそらく楽しみにしていた運動会に来られなかった生徒の思いが霊となって場所を越えて現れたと考えられる。投稿者が友人の家に遊びに行った際に撮られた写真である。投稿者であるこの女性の頭の上をおびただしい数の霊が浮遊している。これは移動する浮遊霊の集合体である。一見恐ろしい霊のようではあるが、この場合この廊下が霊の通り道となっているために起きた偶然であり、投稿者との関係は必然的なものではないと考えてよい。直接人間に危害を加えることはほとんどない例ではあるが、彼らを下手に刺激するようなことがあると危険な目に遭いかねないため、注意しておくに越したことはないだろう。次の写真をご覧いただこう。これは投稿者が子どもの頃、自宅近くで水遊びをした時に撮影された一枚だという。画面中央の二人の子供、さらにその奥に頭がないと思われる体が映り込んでいる。これは画面右の家に関係する例だという。投稿者によると、この家では当時主人が交通事故で亡くなっており、もしかしたらその男性の霊が楽しげに遊ぶ子供たちを見にやってきたのかもしれない。次の写真をご覧いただこう。学生が数人で麻雀をしている時に撮影された一枚である。画面左、男性の足のあたりをご注目していただきたい。明らかに誰のものでもない手が映り込んでいるのだが、本人は気づいていないかもしれないが、左の男性は強い霊媒体質だと思われる。この手はおそらくこの周辺に漂う浮遊霊だと思われるが、こうして理解してくれそうな人間に助けを求めているのだという。この男性には他にもいくつかの霊体が集まってきている可能性がある。一度お祓いを受けた方がいいだろう。次の写真をご覧いただこう。これは投稿者の男性が子供を連れて地方の水族館へ行った際撮影した一枚であるという。屋外に置かれていた小さな蒸気機関車の前で子供の姿を映したというのだが、その中に不可解なものが映り込んでしまった。画面右をご覧いただきたい。誰のものでもない足がはっきりと映っている。不意に現れた子供とおぼしき足、しかしその先は不自然に透け消えてしまっている。専門家によると、これは生き霊の姿であるという。水族館に行きたかったが何らかの理由で行けなかった子供の思いが生き霊となってこの地に向かわせたのだという。次の写真をご覧いただこう。
これは投稿者の男性が息子とその友人たちを海へ連れて行った際撮影した一枚であるという。浜辺で砂を掘り遊ぶ子供たち。だが人間ではない何かが彼らに忍び寄っていた。画面左の男の子、その背中にのしかかるように現れた何者かの後ろ姿が確認できる。よく見るとそれは上半身裸の子供のようでもあるのだが、投稿者によると画面左の男の子は帰りの車中で突然狂ったかのように暴れ出し気を失った。数時間後目を覚ました時、彼は浜辺で遊んでいた時の記憶を全て失っていたという。彼に一体何が起こったのだろうか。次の写真をご覧いただこう。これはお盆に祖父の家に行った際撮影された一枚だという。明らかに不自然な巨大な目と思われるものが映り込んでいるのをご確認いただけるだろうか。これはこの土地に関係する例だという。お盆のためにこの土地に帰ってきたものだと思われるが、供養をする人間がいないためこうしてこの家の中をさまよっているのだという。長く居すぎると何かしらの霊障がこの家に及ぶ可能性があるため、一度この霊の供養をした方がいいだろう。さらにほぼ連続して撮影された写真がこれである。画面奥に着物を着た女性の姿はない。だがよくご覧いただきたい。祖母の肩にうっすらと女性の顔が覗いている。これは先ほどの着物を着た女性と同じ霊体であると思われる。画面に映る祖母や孫よりもむしろこの撮影者の方に何かを訴えかけようとしているように見える。撮影者にはこの女性の霊がついてきている可能性が非常に高い。撮影者は気をつけた方がいいだろう。幼稚園で行われた運動会の模様を収めた一枚。先頭を走りゴールテープを切った女の子の前方に帯状の物体が写真に焼き付いている。そして画面右側にも同様の物体が見て取れる。ほとんど形を成していないもののこれらも一種の霊体である。霊がカメラのシャッタースピードよりも速く移動しているためその姿ははっきりと捉えられていないのである。ただ注意すべき点はこの霊体が赤いということである。一般に赤みを帯びた霊は人間に危害を及ぼしかねない危険な霊であることが多い。この霊体も例外ではない。投稿者はこの写真にお祓いを施してもらった方が良いだろう。幾人もの人々が乗った大きな神輿が街を練り歩いている。投稿者の地元で行われている比較的大きなお祭りなのだそうである。画面中央に着目していただきたい。神輿の上で威勢よく手を広げた男性の右手の下から霊の手が不気味に突き出している。さらには男性の右肩に霊の顔が寄り添っているのが見て取れる。これは生前男性と関係の深かった方の霊であろう。
この霊の性別ははっきりとはしないが、親類縁者であると思われる。お祭りに対する愛着も深かったのであろう。死してなおこうしてお祭りに参加しているのである。